の今ね、このビテューオダニに来てみて、ブレワイの時私ここら辺の記憶がないんだけど、あんな像あった？なんか建て祀られてるんだけど、あ、人がいるかも。人が拝んでる？あ、全然人じゃないわ。なんだ、明かりか？明かりがあるだけ。なんかすごい、一体だけすごくない？カメラここに置いたらいい記念撮影ができるよっていう台かな。よくあるよね、観光地に。何この台。足を乗せようとすな。え、なんか祈るとか別にできるわけじゃない。え、ブレワイであった？私ここ来たことないかも。だって勇気の泉がここにあるのに、ここにもなんか不思議な建て祀られてるものがあるって。ねえ、みんな。ねえ。サージョン橋。今ここまで来た。このゾナ遺跡まで戻って道なりに行ってみようと思って。看板。フロリア大滝魚鳥村マーサの入り江。ほう。でも普通にここら辺にさ、像として置いてあるんだけど、あれは一体だけ何だったんだろうね、本当に。あ、見つけちまった。あいつ普通に嫌がるなぁ。なんか見渡してるわ、崖の上から。あ、桜があそこか。桜があそこ。あ、イーガダンから助けてもらったおしゃれボーイ。なんか二度目会えるのって嬉しいよなぁ。大体カットしちゃうんだけどさ。オチがないから。あの時は奴らに無理やり装束作らされて大変だってよ。でもね、すべて揃ったんだ、イーガダンの服が。ありがとう。逆に。俺は愛しのノボタンに告白する前に、盗賊ラムダが残した財宝を探している最中さ。でも僕がそれ先取っちゃうから、一生告白できないね。かわいそうに。ちなみにさっきはデスマウンテンとこのステーキ屋さんで助けたお兄さんが未知の生物探しに来たって言っていたよ。多分カットしただろうけど。いや、嬉しい気持ちはめちゃくちゃあって、おーって最初すごいいい反応するんだけど私。でもその後の展開がなんか、うん、普通だから、だいたい動画の時間的にカットしちゃうことが多いんだよね。よし、てこの馬宿に着いた。呪われたゲルド砂漠。突如発生した砂塵に未知の魔物の目撃情報。窮地に立たされたゲルド族に未来はあるのか。あっちはあっちで未知の魔物か、未知の魔物か。同じこと言ってる。何でもそうだけど、知らないもんって怖いよな。そうだね、未知だから。モルドラジークとは別の砂漠の魔物が出たってこと。ボスではなく雑魚というか、なんかボスではないんだろうか。最新機じゃない。あらら、コラムランはないんだ。ここら辺でやってないのがこのさ、巨人三兄弟のやつなんだけど、これ洞窟なんだよな。ってことは桜んとこ行くか。まあ要はここまで戻ってこっちの道を行ってみてここ行くみたいな流れかな。戻るか。ここに戻っていいな。で、看板があったんだね。多分読んでないんじゃない？読んだっけ？フロリア大滝大鳥村、フィローネ草原。フィローネ草原の方に、じゃあ曲がってみます、今回は。祠を感知しかけているんだけど、パッと見は見えてないよ。ん？あれはなんだ？小屋があるかな、この四角とか。煙があるんだけど。あ、祠はあそこか。あ、隊長たちか。あ、馬宿。あれ、あ、馬宿。全然気づかなかった。そうなんだっけ、こっちにあったんだ。そうか。あ、馬神様に一番近い宿、馬宿ってここだったっけね。そういえばそうだよ。で、なんか馬に乗って障害物を飛び越えて何秒でできるかみたいなのをやれたんだよね、ここでは。ミニゲーム的な。
みんな大丈夫かなって言ってる。アマニ隊長たち大丈夫かな。あ、旅人さん、討伐三番隊、そうだよね、こっちの方に行ってるっていう人たちがいたよね。ああ。西に行った縁側のほとりに海賊船が停泊している。川まであのでかい船が入り込んでんのかな。うん。お料理番としてついてるんです。お裾分けありがとう。よし、じゃあまあちょっと馬宿行ったら、忘れなかったら行きましょう。縁側どこ、縁側、あ、こっちか。こっちの道に行ったら会えるのかな。うつ競技の祠、一旦開放いたします。ちょっと馬宿の祠にしてはちょっと遠いよねこれ。あんまり利便性がいいと言い切れないけど、まあそのぐらい我慢しろってか。オッケーです、高原の馬宿。あ、ペーンだ。今回は全くもって先回りはしてないだろうな。何のここあたりもないからな。あ、挑戦者はいないかなって言ってる。また馬のやつやれるんかな。ゼルダ様の声か。おお、気になるものがいっぱいですね。コログはまあさておいて、ちょっと訪ねてもいいかい。この辺りでおかしな生き物を見たことはないかね。おかしな未知の笛の音。笛の音はそれはあれでしょう、絶対フルートというか楽団の人じゃないの。フルートだっけ。あれ、笛の人はいたんだっけ。じゃあ違うか。馬と違って横幅があってね、ヒノックスじゃないのそれ。立派な角があるけど、牛でも羊でもなく、確か鋭くて恐ろしい牙もあったわね。東の樹海で一度だけ見かけたのだけど、目を凝らしたらもういなくなってて。船の根は馬宿のすぐ北側の林を散歩していたのね。楽しそうな笛、楽団っぽいけどな。吹いてる人の姿は見えなくて、誰かが演奏しているのかしらね。それっぽい。このマップだったんだっけ。あ、いや、ここだもんな。ちょっと遠いけど。おお。お、とっても古い遺跡が立ち並ぶ、そんな遺跡群と呼ばれているスポット。おすすめスポットを聞いてます。古代に思いを馳せるのもおすすめの過ごし方です。ゾナウ遺跡群の上空には天変地異が起きた後に現れた真っ黒な雷雲があるんです。これ気になってるんだよな。これさ、別になんか発生させなくても行ける場所なのかな。チャレンジ的なもの。この馬宿からも見えるんですけど、雲の中に何かがあるみたいなんですよね。あの雷雲こそ最新のおすすめ謎スポットって言いたいところなんですけど、さすがに馬で行くのは無理すぎて、下から眺めるくらいしかできないですね。勝手に飛んでってみてもいいのかな。それかペンが空のことを言ってくれることあんのかな。どこだ、あれ、さっき見えてたんだけど、 あっちだ、あっち、あそこな、あそこ、まあ、地図で言うとこれよね。めっちゃ気になるんだけど、おい、あ、笛の人いた。降りれなくなっちゃったとか、そういうのことあんのかな。普通にいるじゃん、馬宿に。そうなんだ、探しに行かなきゃかなって思ってたけど。あとなんか北の方に行くとなんだかこうだかって言ってたの、なんだっけ。あ、それ笛か。何してんのよ。ふんふんふん。どうしたのさ、お兄ちゃん。わざわざこんなところまで登ってきたりして、あんまり困ってなさそうだな。僕に何かよ、それとも純粋に僕の演奏を聞きたいだけ。馬鳴り楽団の人、いや、演奏聞かせてってちょっと言ってみっか。ああ、もちろん、僕の奏でる音で笑顔になってほしいから。楽しい演奏を聞かせてあげるよ。いいね。志が高い。わ、いいね。ちょっと踊ってる感じいいじゃん。わあ、ちゃんと多分馬宿の曲に合わせてんだよな。うわ、聞いていたいけど、馬なり楽団の人って言ってみよっか。あれ、もしかして馬なり楽団を知ってるの。
そうだよ、数々人を救ってきた僕だから。へえ、楽団再結成か。もちろん僕も嬉しいよ。でも僕にはやらなきゃいけないことがあるんだ。ほう？それが終わるまでは馬鳴り楽団に帰るわけにはいかない。ここじゃ危ないから下に降りようか。あの話について話すよ。おわ、ただ困ってるだけじゃなくて何か目的が別であるんだこの人は。あの話、馬宿にいる人から聞いたかな。お花畑の火事のこと。あ、聞いてない。聞いてないよ。え、焼けちゃってる。え、ま、黒いか。ここのこと黒くはなってるね、地面が。間違って僕が燃やしちゃったんだ。わけを話すと長いんだけど、ハイトっていう僕の友達の女の子がいてね、本物の光る木が見たいっていつも言ってて、僕はそれを見せてあげる約束をしたんだ。光る木？でもさ、光る木は絵本の中の話だから本物なんてないわけで、僕困っちゃってさ、それで火を使って光る木を作っちゃおうって思ったんだよね。そりゃ燃えるわな、木だものな。ハイトに喜んで欲しかっただけなんだけど、大失敗しちゃった。だけど僕まだ諦めてなんかないよ。今ホタルを集めているんだけど、その光で光る木を作ってあげるんだ。いや、僕も光ると言ったらホタルって思っちゃったな。ここら辺のね、来る道でもホタルいっぱいいたわけだし。あ、なんだよそういう系。あと静かホタルが10匹もいればきっと綺麗な光る木ができるはず。なんだよ、いいのかいそれで。今度こそハイトに喜んでもらうんだ。10匹いるでしょう。いや、わからん、4しかいねー。蹴散らして歩いてきちゃったから4しかいない。まさかの、マジかよ。あんなにいたのに。いや、どこにでもいるな。どこにでもいるわ。街じゃなくてもいるじゃん。はい、お待たせお待たせ。一夜にしてですね、静かホタル41匹捕獲してきました。一夜でこんな捕獲して大丈夫っていうね、絶滅危惧種な説あるんですけども、まあ、めちゃくちゃ取ってきたよフェイ。あれ、今お兄ちゃんのポーチがほんのり光ったような気がしたけど、もしかしてホタル持ってたりする？お前のために取ってきたんだよ。光る木見れたりすんのかな。クリスマスね、12月になってきてちょうど季節的にも良いんじゃないですか。他のホタルも光に連れて集まってくるから、僕が集めた分も含めればこれで光る木を作れるよ。ありがとう。あのね、もう一つ頼っちゃってもいい？夜になったらこの場所にハイトを連れてきてほしいんだ。ハイトってどの子だったっけ。あ、僕のことは内緒にしておいてね。じゃあお願いします。夜だよね、やっぱり光るって言ったら。ハイトちゃんはどこですか？この子か。あ、この子か。わ、フェイって名前呼んじゃってるもん。これはもうホタルの光る木なんか見ちゃったらもうキャーもう見てられない展開になっちゃうんじゃないの。額縁の場所も聞いておこう。あ、出ました。極の白馬と呼ばれる珍しい馬の噂を2人組の旅人から聞きましてね。前どっかで聞いたよねこの話。ああ、白馬というだけでも珍しいのに、さらに巨大馬、しかもこの辺りに生息しているらしいんです。そんな希少な極の白馬の絵であれば、そうか、それ捕まえたいし、その写真でここの額縁はいいわけなんだな。うん。で、馬神湖に行くと。そうだよね、馬神湖に何しに行きたいんだっけみたいな。馬神様いないのに、いなくなったのを見に行くんだっけかってさっきずっと思ってたんだけど、この話を聞きに行くんだ。で、井戸も行っておいて、おお、広っこの井戸。広っ。普通にボコブリンもいるんですけど。うーわ、悪銀までいる。
何かいいものがあるんでしょうね。えらいよ。こっちまだある道が。なんですかここは。海岸に出る道とか。井戸から。よし、宝箱を守っている。後ろから行けるこれ。はいはい、失礼します。後ろからまだ続いてんだよ。はぁ、下がれてる。はい、あ、外だ。やっぱ海岸まで繋がってたんだ。発見、コモリビーチの洞窟。迷いどっかにいたんだ。迷いどっかにいたのか、やっぱり。まあ一旦ちょっとワープマーカー動いて帰りますよっと。あ、壊れそうなところ発見したけど、エレキライクが。よーし、いけた。いるかなーい。広い。あ、いた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 。いたわ。まあでも夜に話しかけないとダメなんだよね、ハイドちゃんは。フェイ本当にどこ行っちゃったのかな。あ、何日間か喋ってないのかな。光る気を見せてくれるって約束も忘れちゃったのかな。そんなことないのよ、あ、夜か。もうめちゃくちゃ頑張ってるよ、フェイは。おし、晴れてる。でもここはちょっと日の入りが遅いね。どうせなら真っ暗の方がいい気がしちゃうけど。いや、暗いか。話しかけよう。あ、こんばんは。夜になってもフェイが戻ってこないから本当にどこ行っちゃったんだろう。わ、一緒に来てくれる。わ、このシチュエーションいいね。もう想像しただけで興奮できるわ。え、いいけど、どこへ行くの。まあ、あとは。あれ、いいの。あとは成功することを祈るのみといった感じでしょうか。来てくれてる。だいぶ差開いちゃったけど。あ、フェイはいない。準備をしているのでしょうか。ここだよ、おいで。どこから、上から登場するのかな。あ、上にいる。準備してる。この木がどうにかなんのかな。ここ、あ、めちゃくちゃ綺麗。すごい演出だな。やっぱり楽団に入ってるだけあるわ。綺麗。いや、これはすごい。絵本で見たものよりもずっとまるで夢でも見てるみたい。いや、僕に感謝さ。僕じゃないよ。ありがとう、こんなにも綺麗な光る木を見せてくれて。え、僕？はあ、私ね、今とっても幸せな気持ちだよ。はあ、幸せだってさ。ハイトが幸せだって言ってくれたよ。ああ、よかった。僕、ハイトを本当の笑顔にしてあげられた。いや、大人でもなかなかできないことだと思うよ。子供だよね、フェイもきっと。あ、だけど一回だけじゃやっぱりダメだ。もっとたくさん笑顔にしてあげたい。うわはは、純粋な純粋な、この、もう僕はもうすれた大人ですから、もうなんて言ったらいいかわからないレベルで純粋ですね、これは。よし、決めた。僕は馬なり楽団に戻る。
もっともっと有名で上手で楽しい横笛奏者になってやる。お、僕の横笛で何度だってハイトを笑顔にしてあげるんだ。ありがとね、剣士のお兄ちゃん。いろいろと手伝ってもらっちゃったし、これでよければ受け取ってよ。ダイマックストリュー、ありがとう。お、それじゃもう少ししたら僕は行くよ。またどこかで会ったら僕たちの演奏で必ず笑顔にしてあげる。はあ。でもそのハイトちゃんの近くにずっといて笑顔にし続けるっていう道もあったとは思うけどね。だって馬乗り楽団に戻っちゃったら一緒には入れないわけじゃんね。各自旅をして、でそこで出会った人たちを笑顔にするっていうね。まあそれはめちゃくちゃ素晴らしいことだけども、ハイトを笑顔にするだったらここに残っていろいろした方がいいんじゃないとも思っちゃったりもするが、まあね、この世界のことですからね、なかなかこっちの世界での思うこととまた違うでしょうしね、ハイラルでは。あ、ケンシさん、あのいろいろお手伝いしてくれて本当にありがとう。最初僕にお礼言ってるかと思ってびっくりしちゃったよ。まあありがとうではあるんだろうけどね、ね、協力してくれたっていう点で。でね、ちょっとだけフェイの話をさせてほしいの。この馬宿に奉公に来たばかりの私が寂しくないようにってフェイ、笛を吹いたり吹いてくれたり、楽しいお話をしてくれたりしてね。時々いたずらとかするからめってしちゃうこともあるんだけど、まあでもそれもね、楽しく、なんだろう、まあ男の子ってそういうもんよ。わからんけど、それでちょっと刺激を与えるっていうね、楽しくするっていう、そういう意味でやってくれてんのよきっと。でもその後笑っちゃったりもして、毎日楽しくて寂しいなんて全然思わなかった。それにね、私は馬宿のお仕事だって大好きだし、ここの人たちもみんないい人ばかりだから、私きっとこれからも笑顔でいられると思う。なんていい話なんだよこれは。多分、いやでも寂しいでしょ、寂しいんじゃないの。だからおやすみなさい。まあ離れてでもね、きっと笑顔にしようと頑張ってくれるよ。手紙とか書いたりとかね、ハイトは言っちゃったんかな。フェイはきっと楽団に戻るつもりだよね。あ、まだ行ってないのかな。フェイがいなくなるのはやっぱりちょっと寂しいけど、でも今までいっぱい元気をもらったから私きっと笑顔でいられると思う。なあ、いい子たち、なんなんこれ。もうなんかめちゃくちゃ元気になっちゃった僕も。元気な気持ちで冒険していける気がする。まあ、まだまだね、この馬宿でやることはあるんだけども、とりあえずじゃあ今回はここまでにして、次回ペイに話しかけようかな。めっちゃこれも気になるよね。じゃあバイバーイ。はい、ということで祠やっていきたいと思います。これはね、ここの高原のさっきの馬宿の近くの祠をやってこう。縦に横に、うつきょぎの祠なんだ、縦に横にって伸ばしそうな感じがするけど、勝手にゴムっぽいイメージがあるかな。ドーって羽子板みたいな形の板がついてて、うん、転がせばいいっぽいかな。ぶん殴りたいけど、まずはこう、これで位置エネルギーを利用してやってみようか。あ、意外と動くな。あ、大丈夫、意外と普通に動いてくれる。ん、あ、大丈夫だね。途中から失速するかなと思ったけど、割とそのまま動いてくれました。あまり摩擦が起きないのかもしれません。次は、あー、ちょっと登ってるな。登ってるからさすがにこれは失速する可能性がある。結構な位置まで上げて、あ、これ以上上がらん、これ以上、あ、上がる、上が、こ、あ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 、欲張った、欲張った、ここが限界だ。いけーい、なー、無理だった。もっと、もっと、お、
なんかある。これはどうしたらいいんだ。縦に、横に、縦に。例えばなんだけど、ああ落ちちゃった。重さを加えたら、本当は内側にをやりたかったんだけど、つかなかった。こっちの外側にくっつけて重さを足しました。どうだ。ギリギリ足りない。嘘でしょ。あ、はまっちゃったしかも。お、ギリ内側につけられるかも。無理やり内側にくっつけて、よし。あ、玉までくっついてる。よし、こっからならいけるんじゃないか。いけ。よーしよしよし、やっぱ内側が良かったよな。ふう、まだあるな。なんだこれは。途中にあって、た、長さが足りない。え、レール結構つながってるけど。あ、板があるから一旦これを飛ばしてみるか。はい、足りる？オッケー。これはまっすぐだから行ってくれると。上が開く？開いた。あ、トロッコ。え、宝箱はどっかにあったんだろうか。あ、あそこにあるわ。で、落ちてきてくれたので危ない。なんか普通にギア使っちゃえばいいんじゃないのって思わなくもないんだけど、祠の中にあるものでどうにかしたいっていう気持ちもあるよな。この板でどうにかできる。まあ武器を使うとしたらうちわになるよね多分。これで仰ぐでいいのかな。ただ途中で宝箱を取りたい。あ、はい。無理か、登れん。登れないのかい。いつの間にか板が置いてある。これ登れる。よし、これだったら焦げ。あー、逆いってる。はい。え、無理？無理なの？嘘、動くと思ったのにな。さすがにレールに斜めにつけられないかなと思ったけど無理か。あ、横にくっつけたらいいんだじゃない。で、レール届くもんね。うおい、これだぜ。うわーやん。いきます。どーん。で、これよ、いただきます。イエーイ。でで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 、成功。忍び役で、宝箱のマークもついたので、オッケー。じゃあ今回の動画終わりたいと思います。またね、バイバーイ。